これもう年末最後なんで、よろしくお願いします。皆さん大きな声お願いします。メインスタイル新日本プロレスからこちらですね、大谷厚苦しい選手入場です。この時期に変わった大谷厚苦しい、さあこちら電流爆破ということで、電流バルなんて設定でやられたと思うんですけど、大谷選手さ、やっぱ電流バルなんで、はい、あーやっぱ知ったりわけですよ。さあ出てきました、大谷厚苦しい、皆さん大きな拍手で、大きな大きな、さあ普段タバコを吸わないんですよ、私も。さあグリーンタバコ吸ってますね。そうですね、大きな大きな吸ってますね。あるしだけど、こちらの派手だし、こちらの派手だし、マナベ、いやマナベじゃねえ、ありがとう、ありがとうじゃねえよ、言いながら頼まれてなんだよ、気合いだ、何だよそれよ、気合いおい、アイジマルハマグさんやんなくていいですよ、アイジマルさんやんなくていいですよ、アイジマルさんやんないでくださいよ、気合い言わないでくださいよ、おいや、違う、キャラ違うの。お客さん、勝手なこと言わないでください、乗っかっちゃうんで、この人、はい、すぐ乗っかっちゃうんで、前、モノマネもできない、ビートたけしさん、たけしさんやっちゃったんですよ、ダメですから、皆さんやめて、大谷たけし、ほら、褒めらすんじゃないよ、バカ野郎。もういいですよ、落ち着いてください。次行きましょう、こちらですね、全日本プロレスから、謎のマスクマンですね、メキシコからやってくれました。ミルマスカラスならぬミナイマスカラス選手入場です。さあもちろんね、この曲ですね。さあスカイハイに乗ってきました、ミルマスカラスならぬミナイマスカラスですね。さあ見るとミナイっていうね、言葉の補充を皆さん大いに笑ってください。さあルチカから来ました、メキシコのね、わざわざ登場しました。さあ、さあ誰なんですかね、これは。さあこのままで、さあ雑ですね。さあこれリサイクルショップで揃えたんでしょうか。これ何ですかこれ、ダイソーで揃えたんでしょうか。さあこれみんな分かってますけど、目が分かってないですね。まあ見えてるんですかね、気持ち悪いですね。ミナイマスカラス。さあ彼はね、芸人名は世界の梅沢という芸人名、はい、よし、じゃあスイッチ作ったぞ。さあちょ、電流爆破なんでね、ここはやっぱ大谷さん、さあ、ここさん、すいません、社長にやらしちゃって勝ち、着きました。いや、本当ですか、本当についてますか。俺3年だから、お客さんに探していただいた。本当についてますか、普通指名ちゃいますよ。指名ちゃう、誰か探してみよう。何ですか、その小さい鳥。誰か、じゃあ、ちょっと佐藤さん、じゃあ、レバスジャンボ触ってもらっていいですか、一回。じゃあ、この人でいい、この人。あ、大丈夫ですか。おぉおぉ、じゃあ、一応ロッペちょっと触ってみて。ちょっと触って、シミュレーション。スチーラー、シミュレーション。あー、シミュレーション。ここじゃない、ここじゃない、こっちだ。一般の方にダメしないでください、小坊さん。
劇団ひまわり行けよお前ら。本当に何すぐ乗っかれんだよ。さあということで本当に電流がありました今。外国人が来ました。さあ行きましょう、メインシャイン、ゴン。さあ、これはおかしいんじゃないですね。また使うってことだよ。さあ、これはしてください。さあ、南マスカラス VS。 おー、いいか、懐かしい。あ、これはマスカラスさんの。お、これはおかしいな、それ。マスカラスさん、これ往年のマスカラスさんですね。体の男子ださんはブヨブヨですね。さあ相当聞いてますね。懐かしいか。さあカツラ取れたらアニマルさら。さあこの吉井通用ってあれおいおいおいやめて。さあプロレスラーの吉井豊が何来たんですよ彼は。そうですよ、あの大仁田厚苦しいっていうのは大仁田あ大仁田厚苦しいは吉井豊の兄貴、吉井常雄っていう本名でやってますから。なのでプロレスラーの弟を持つんですよ。さあ呼んだ地味に来ないと。さあ弟アラフォーが今さら電流でしびれるボケってこれ、まあ、取り伏せないのでね、はい、いつ頭をつるだすのやれて。さあ見えないロープに見ないマスカラスが振ったしびれてロープフライガーよ。さあ監督かフライガーさんちゃんとレフリーやってくださいよ。さあ相当大きいです。あちょっとしか、ちょっとしかできないですかね、これは。よし、元気、いいよ。さあ、オール返せ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 入ってましたね。いや、4ぐらい入ってましたよ。さあ、ブレンバ様。さあ、オールパーティション。さあ、フィッシャーマン。さあ、フィッシャーマン、スープラッシュ。さあ、オール。さあ、キリン。キリン。早押しなさい。さあ、エントチ。I'm gonna tell you about it.